皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日はバンボーブチキンさんの新曲のオーロラという曲のコード弾き語りの解説を皆様にさせていただこうかなと思います。ちょっくらね、テンポが速い曲なんで右手のストロークが大変なところもあるんですけれども、3カップに設定をすれば結構コードはシンプルになるので、初心者の方も割と弾きやすい内容かと思います。ちょいちょいその難しいコード出てくるんですけども、簡単にこのアレンジをする方法とか、もしくは逆にそのちょっと難しくかっこよくアレンジをする方法なんかも合わせて紹介させていただきますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえずコードをバッと書いてみるとこんな感じ、スマートフォン、パソコン一時停止して、よかったら書き写しをしてくださいませ。書き写すなんかめんどくさいぜという方は、私がババッと、コード譜を書いて概要欄の方に貼っておきますので、もしよかったらそちらの方もダウンロードしていただけますと幸いでございます。そんな感じ。ちょっと先にコードの話をさせてもらっていいですか。コード、よかったらメモ取ってくださいませ。なんかコピー用紙でも何でもいいんで、まずイントロ、なんかインセクションとかって言ったりするんですけども、イントロ、C と書いて、その次にこの縦線を書いてください。縦線、この縦線の位置がね超重要です。小節線っていう言い方をするんですけども、この線があるかないかでその小節の長さが変わってくるんですよ。なので、この線は適当に引くんじゃなくて、ちゃんとこの書いてある通りに移していただけますと、幸いでございます。やってみましょう。 C 縦線、 D 縦線で、 Bm 縦線、 Em 縦線で、この4小節を3回丸々繰り返すので、また CDBmEmEm って書いてもいいですし、こんな感じではしょって ×3 って書いても全然 OK です。で、その後に Am 縦線、 Bm 縦線、 C 縦線、 D 縦線、あ、 C か、 C 縦線で、その次 A セクション、藤君が歌い始める A メロの部分です。 A セクションは Em、 D on F シャープ、 D on F シャープ、 D on F シャープ、オンに関してはこのスラッシュでいきましょう。 D on F シャープ、押さえ方のタラカンタラに関しては後でお話をさせていただきますので、とりあえず、ここはまあメモ取っておけば OK です。縦線で G 縦線、 C D 縦線 G、そんな感じで、この縦線の位置を、真似しながら書き写していただきますと幸いでございます。ではそんな感じで書き写していただいて、もしくは概要欄の方からコード譜をダウンロードしていただいて、実際に弾いて練習をしていってみましょう。とりあえず右手の練習からいってみましょうか。右手の練習、この曲はとりあえず2つパターンがあると思ってください。基本パターンが2つ。まずパターン A、 A パターン、こんなん、ダンどこどこ、やってみましょう。ダンどこどこ、ダンどこどこ、ダウンダウンアップダウンアップ、ダンどこどこです。ダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこどこで、このダンどこどこを2回やります。2ダンどこ、2ダンダンダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこどこで、その次にダンどこいきます。ダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこ、ダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこ、どんどこどこ、どんどこどこ、ダンどこ、ダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこ、わからなければなんかメモとかで書いてくださいませ。言葉でどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこと、これがパターン A です。で、その次パターン B はもうちょっとシンプルで、さっきやったそのダンどこのリズムを4回繰り返します。ダンどこ、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 ワンどこ、ツーどこ、サンどこ、フォーどこ、ワンどこ、ツーどこ、サンどこ、フォーどこ、ワンどこ、ツーどこ、サンどこ、ヨンどこ、こんな感じです。 4ダンどこで1セットって感じです。パターン A の場合はダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこで1セット、パターン B の場合はダンどこ、ダンどこ、ダンどこ、ダンどこで1セットという感じです。その2つのパターンでとりあえず1曲まるまる乗り切れるかなと思うので、よかったらちょっとその2つを練習してみてください。で、イントロから、順番にいってみましょう。まず C からスタートです。パターン A のダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこでいきましょう。で、もう書いてあるコードをそのダンどこどこ、ダンどこどこ、ダンどこで弾いていくだけです。もうそれだけです。もう超シンプル、この辺は超簡単。で、ちょっといくつか気をつけたいところがあるんですけども、私ちょっとこのコードネームをめちゃめちゃはしょっておりまして、この曲に出てくる C コードに関しては全部 C アド9で
いいと思います。全部 C アドラインでいきましょう。書くのがめんどくさかったから、ちょっくら端折ってしまいました。見たことあると思います。C で、アド、ナインっていう感じの、こんな感じのコード。C アドライン。CADD9。C アドライン。どんな感じで押さえるかっていうと、こんな感じ。中指で5弦の3フレット、人差し指で4弦の2フレット。で、3弦は開放になりまして、2弦の3フレットと1弦の3フレット。6弦からいくとすると、バツ。まずこの6弦がミュート、バツ。バツ、3-2-0-3-3。バツ、3-2-0-3-3。ちょっと覚えられない方はメモっといてくださいませ。バツ、3-2-0-3-3。バツ、3-2-0-3-3。っていう感じで、数字を縦に入っていくような感じです。バツ、3-2-0-3-3。バツ、3-2-0-3-3。で、この曲中にさ、あと C コードたくさん出てくるんですけども、どの C においても、すべて C アドラインで OK ということです。で、その次の D コードに関しては、これはまあ、まあ、簡単で誰でも知ってると思うので、ほっときましょう。で、その次 Bm。普通の Bm っていうと、この2フレット制覇で鳴らすコードなんですけれども、ちょっとね、楽しましょう。これでももちろん合ってるんですけれども、ちょっくら、はしょって楽しましょう。それらはどうやってはしょるかというと、こんな感じ。小指から1弦、3弦、5弦の2フレットをまとめて押さえます。で、人差し指は、フリーダム、何も押さえない。6弦からいくとすると、バツ2-0-2-0-2。バツ2-0-2-0-2。こんな感じのコードです。で、Bm7 っていうコードなんですけれども、この曲中に出てくる Bm のところで全部代用することができます。というか、まあ、そもそもその Bm と Bm7 っていうのは親和性が高いので、まあ、この曲に限らずどの曲でも、Bm と書いてあったら、まあ、大体 Bm7 で代用できるんですけれども、よかったら覚えていただけますと幸いでございます。Bm7 ということ。でももちろんね、こっちで弾いていただいても全然正解なので、お好きな方を調整してみてください。で、その次は Em。これはまあ、活躍しましょう。なので、イントロバッと弾いてみるとこんな感じになります。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。で、これは3回繰り返すという感じですね。で、3回繰り返したら Am から。こんな感じになります。これでイントロが完了。もしソロギターっぽいことができる方いらっしゃいましたら、このソファミレを入れうまく、ソファミレをうまく入れましょう。で、Am からも。こんな感じでソファミレを入れると、曲っぽくなるかなと思います。よかったらソロギターやってみてくださいませ。で、その次、A セクション、藤君が歌い始めるところです。パターン。で、ここから、パターン B のズンドコになります。ズンドコ、4ズンドコ、4ズンドコでいきます。ちょっと弾いてみますね、A セクション。こんな感じ。で、Em から D オン F シャープに行くんですけども、この D オン F シャープって何をっていう話になると、D コードのこの親指付きになります。親指付き。親指で6弦の2フレットを押さえた D。で、1小節の中に2個コードがあるときは、4どこの山分けバージョンなので、4どこ中に2どこ2どこできます。もし小説の中にね、この G みたく1個だけしかコードがないときは G で4どこなんですけれども、この頭の小説みたく1小説の中に2個コードがあるときは Em で2どこ、DOF シャープで2どこという感じで2どこ2どこできます。こんな感じ。
で、その次の C、D に関してのトースティン。D、これはまあいいですね。で、その次の D シャープディミニッシュセブンス、これは1弦からこのザクザクっとした形でいきます。6弦から数えるとすると6弦と5弦はバツバツミュートです。バツバツで1212バツバツ1212、こんな感じのコードでやってます。 D シャープディミニッシュセブンス、このミュートするのが大変ですね。で、ミュートするのが難しくて、この D シャープディミニッシュ難しいぜという方は、B7 というコードで代用することもできます。B7。B7 はどんなコードかというと、さっきやった Bm7 あるじゃないですか。Bm と代用できるようなんて、兼用できるようなんて言ってたコード。このコードの人差し指が4弦の1フレットにいた B7 というコード。これで代用することができます。どっちでもいいです。まあ、どっちでも良くないですけども、本当はこっちですけども。でもまあ、これの代わりになり得るので、B7 で、ごまかすことも可能です。という感じで、ごまかすことも可能です。どっちかでチャレンジしてみてくださいませ。で、その次、Em。で、その次の Em7 on D に関しては、薬指を抜いたコードっていう認識で OK です。本当は、この Dm on D、あ、Em on D の時、予言からね、開放弦をね、って弾くコードなんですけど、6弦と5弦をミュートミュート、0000っていうコードなんです。0000。でも多分ね、ギター1本でね、これやるとね、ちょっと音が薄くなってしまうので、厳密には0000ですけれども、まあ、薬指抜くだけでいいと思います。予言の音を開放にするだけ。こんな感じでも全然問題ないかと思います。決まりな予言を解放に。で、その次、A on C シャープ。これはね、人差し指1本で、この A コードを押さえます。A。バツ、0220。バツ、0220。で、ここから余ってる薬指で5弦の4フレットに行きます。つまり、バツ、4220。バツ、4。具合です。で、これが難しかったらね、薬指いらないです。普通にも A コードでいきましょう。普通の A。こんな感じで OK です。でもできればこのベースのこのってこのバーバーバーが演出できた方がエモいので、頑張って A を C シャープを押さえたいところですけど、難しかったら A シャープ A でも大丈夫です。で、ここは1どこ、1どこ、2どこでいきます。1どこ、1どこ、2。1どこ、2どこ、2どこ。1どこ、2どこ、1どこ、2どこ。こんなパターンでいきましょう。で、その次、G on B。これは何やねんと思うかもしれないんですけども、超簡単です。G コードの6弦鳴らさないバージョンです。バツ、2。C アドラインに乗って、という感じになります。こんな感じです。なんとなく。分かりましたでしょうか。ちょっと分かんないところがあったらね、巻き戻して何回も確認をしてみてくださいませ。で、これが A セクションの流れです。A メロ。で、A セクションが終わったら次、A' って言い方をするんですけども、A の繰り返しバージョンが訪れます。ほとんどね、もう A と一緒です。ほとんど A と一緒です。でも唯一、一番最後のこの D の時だけ変わります。
どう変わるかっていうと DG になります。ドルチェ&ガバナ DG になります。 DG1 回目の A の時は D で4どこでしたけれども、 A' の時は D でドルチェで 2どこ、 A で3ガバナで2どこって感じです。ドルどこ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 って感じで、ドルチェ、ドルチェ、ガッパーナって感じでいきます。ドルチェ、ドルチェ、ガッパーナ。で、B メロいきます。で、ここからもうね、もう全部説明しちゃった感じ。もう、あとはもう、書いてある通りにやるだけ。もう、ほぼ説明した。A マイナーで、4の5。で、A シャープ。A も C シャープ。書いた通りに弾くだけです。で、その次、C セクションのサビです。このね、D 音の C がね、ちょっと癖もの。これがね、ちょっと難しい。難しいっていう方は D で代用 OK です。って感じで代用 OK です。で、うまく弾きたいよっていう方いらっしゃいましたら、まずね、D をね、こんな感じで弾くんですよ。人差し指で 1,2,3 弦の制覇をして、薬指で2弦の3フレット。押さえて、中指を使わずに D コードを作ります。で、この最後にこの余った中指で、この5弦の3フレット、つまりドの音を弾くと。そうすると、その次 B マイナー、こんな感じになります。あとはもう本当書いてある通りって感じです。ちょっと C セクションゆっくりやってみましょうか。C セクションから頭からちょっとゆっくりやってみます。こんな感じ1,2,3という感じです。こんな流れです。ちょっとね、パッと聞くとね、その右手のストロークのリズムとか、そのオンコードとかのコードで、ってなったかもしれないんですけれども、まあ、一回覚えちゃえばそんなに大変じゃないかと思います。最初に僕が言ったね、三角に設定すれば初心者の人もそこそこ弾けんじゃねえかって言った理由がなんとなく分かっていただけたかと思うんですけれども、そんな感じです。もし難しいという方いらっしゃったらね、A 音 C ジャンプを普通に A にしちゃってもいいですし、D 音 C を D にしちゃっても全然 OK です。で、これでもうほぼほぼ基本のメロディーが OK で、まあちょっと続きやるとしたならば、もう一度クレヨンでなんていうところは、ここのイントロのセクションじゃねえや。ずっと C コードです。ずっと C コード。ひたすら C コード。ひたすら C コード。で、C コードを 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 小節続けたら 12×4 どんどこを続けたら12小節続けたら Am Bb マイナーで、ノンコードちょっとしばらくお休みが来てまたサビに来るって感じですって感じの、進行です。で、一番最後のこのサビを、ババッと C4、C、G4、B、Am、Dまでいったら、ちょっとおまけで、
探してきたで、探してきたんが C で、その次、B マイナーか、 B マイナー、 E マイナーで、そうやっての、見つけてきたで D になって C をどん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 して終わるという感じのおまけがありますけども、本当はちょっとおまけが入るぐらいって感じです。なのでさっきバーッと説明させていただいたこのイントロからこの C のこの終わりのところまで、ここがここまでが弾ければもう一曲丸々弾けても当然って感じなので、ちょっと頑張ってやっていただければという感じです。その何倍では最後に、チョコラ通してやってみようかなと思います。おっ、じゃあイントロからレッツトライ、ワン、ツー、スリー。で、ソロギターできる人はソロギターを、チャレンジ。ちょっとソロギターとか混じればね、ちょっとこの華やかな感じになりますし、まあ、皆さん の, そのレベルとかに応じていろいろアレンジして遊んでいただければという感じでございます。とりあえず、まあさっき言った通り、これのイントロから、ね、C セクションのところまで弾ければね、この一通りいけますので、ぜひここまで頑張って練習をしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。という前に最後に、私竹澤勝成、Twitter などをやっております。 Twitter などをやっております。もしよければ皆様 Twitter やってらっしゃいましたら、ぜひフォローしてみてくださいませ。動画のリクエストとかね、ご意見とかね、なんかこの動画の更新状況とかをね、ちょこちょこ、リプライをお受けしたり、ツイートしたりしておりますので、よかったら竹澤という名前で検索をして、よかったら
ツイッターフォローしてみてくださいませ。それでは今日はバンポーブチキンさんのオーロラの解説動画でございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。